初日のキーマンなので聞いとかないといけない、キーマンっていうかもうなんでこういう難しいことになっちゃう確かにでしょうね、はい、その、まあ、番組が組み替わったという部分もあったんでしょうけど、それでもまあちょっと難しいところになりました。そうですね、うん、まあ、ちょっとまあお世話になってる選手、一力選手が、はい、武田さんにも軍司にも世話になってるんで、うん、もうどっちかっていうふうに言えないですよね、やっぱり。確かに、まあ、これまでがあって3番手でもその、そうですね、あったで、そうですね、うん、これは実質もあの、まさか記念の時には武田さんの3番手回ってますし、はい、うん、ただ今回はもう決めずに行った方がいいのかなっていう感じはします、うん、はい、慎太郎さん、例えばその嗅覚的にはその3着までのイメージだとどうですか。結構三谷隆さんもこの吉田敏弘さんにしてもそうですね、まあ、選考にこだわってる選手ですからね、2人とも難しいではありますけど、難しいレースではありますけどね、はい、わかんねえな、ちょっとこれ静岡の初日なんかはまあ、面白い一着といったらちょっとあれですけど、うん、まあ、ちょっと伸びは伸びてはいますよね、うんうん、何かしてこうチャンスをこう掴みにいけそうな状態かなという、うん、まあ、ある程度チャンスがあれば突っ込めるかなぐらいの感じのところまでは来てますね、うん、来てるかな初日のレースそうっすね、まあ、車検の戦術にはどうこう考えてもこう絡めておかないとという、いや絡めるって言っても3着まででしょこれは2位とか2位か3、2 3でしょ、2、3でしょまあ1着は走る取るつもりで走るんですよ、はい、もちろんそりゃこんなことじゃないよ、割れ目だったよ、まあ、1着まで行ければいいですけどね、構成上、うん、自転車乗ってる方が楽だったけど、新川さんらしくそうですね、ちょっとこれなんかね、いろんなこう人間関係だったりとか、はい、今までのこととかもあるから喋りにくいインタビューだねこれはね、ちょっとね、はい、ズバズバ言えないよこれは。そうですね、その、はい、これがその人の競輪の並びのだったり奥深さだなと思います。そうですね、いやただ普通ならやっぱ武田さんの3番手ですよ、地元の記念で逃げてもらったりとかもしてるから、はい、確かにすごいのあります、うん、ただ G1 の初日特選ということも考えたりとか、ね、いろんな要素を考えると決めない方がいいかなと思います。こういう慎太郎さんのその心境というのが一番ファンは伝わると。おはようございますそうですか、はい、うん、ちょっとわかんないな自分では周りにどう見られているのかは。なのでファンの方にいろいろと車検でこう狙いにされる方も多いと思う。ああそうっすよね、はい、まあそうっすね、一着目指して頑張りますよもちろん、はい、あとは2、3着もちょっと抑えながら、まあ、だって俺一着の選手じゃないからねもうね、あの頃はすごかったよそりゃ全部一着だったんだから、はい、その G1 の決勝に年間で乗るみたいなのは、はい、そう最近もオッズを見るとね、刺し目が十何倍、先行屋の逃げ切りが4倍とかねちょっと開いちゃってるね、前は逆だったんだよそれ。本当ですね、はい、もう頑張りますよ、まだ、はい、はい、ここで1着あったら俺でブレーキして、そうですね、1着目指して頑張ります。よし、楽しみです。